茨城県道177号赤塚馬口くちろう線、三都市、東原茨城県道177号、赤塚馬口くちろう線は、茨城県水戸市内を通る県道である。水戸市内の赤塚から末広町までを結ぶ、延長約4 2トルの一般県道である。JR 赤塚駅北口前を通り、同駅の東で、JR 常磐線の踏切を渡って、すぐ左折して、 水戸中心市街方面に向かい、自由が丘交差点で国道50号と交差する。終点の水戸市末広町では一方通行があり、注意が必要である。1959年10月14日、新たな県道として、水戸市赤塚町を起点とし、水戸市幕露町を終点とする区間を本路線とする、県道赤塚馬口路線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号177となり、現在に至る、福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、 通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ありがとうございます。